パリオリンピックフェンシング女子フルーレ団体準々決勝、1日、グランパレ。宮脇かりん、27、東セラ、24、上野優香、22、菊池小牧、27、イコール控えイコールの日本は、第1シードのイタリアに39対45で敗れ、3位決定戦に回った。2023年世界選手権3位の日本は、 女子フェンシング初のメダルをかけ、日本時間2日の2時10分からカナダと3位決定戦を行う。